終わり温泉と終わり温泉下に、や病院終わり温泉は、愛知県天郡蟹江町にある温泉である。高温4本、低温2本の源泉を持ち、過温、過水なしの源泉かけ流しを行っており、日本の名湯百選にも選出されている。同温泉の機関となっている施設で、同施設の運営は、東海ラジオ放送の子会社、東っぱなし企業株式会社が行っている。なお、 口述するように温泉の掘削は開業後で、当初はヘルスセンターであった。1963年4月25日、カニエ温泉東海ヘルスセンターとしてオープンした。もともと東海ラジオが定年退職後の職場創出という認識に、当たり子会社の設立が計画され、レジャー事業の一環として、当時流行していたヘルスセンター事業へ進出することとなり、 1962年4月に東海ラジオが100%出資する子会社、東っ端式業株式会社が設立されたという経緯を持っていた。この頃、近隣にある長島温泉が湧き出したことから、調査の結果同所でも温泉輸出の可能性があることがわかり、温泉の掘削に着手。1966年2月9日に温泉の輸出に成功し、 当時の愛知県知事であった、桑原美木根により、オワリ温泉と命名された。1966年3月25日、施設の改装を行った上で、オワリ温泉東海センターと改装、さらに1968年8月10日に7億5000万円をかけて改築をオープンしている。施設内には1500人を収容できる園芸ホールでは、 歌謡賞や大衆演劇が催されていた。ここでは演歌歌手を招いての東海ラジオ、公開録音番組、花の歌謡祭りの収録も行われていた。さらに施設内では夏休みに子供向けのイベントとして昆虫博覧会や万国鉄道模型展も開催されたこともあった。かつては屋外の施設として飛行塔、ティーカップ、子供用自転車などの子供向けの遊戯施設、 16000ヘクタールの水田には大勝部園、また敷地内を流れる鞘川を利用した釣り堀、貸しボートもあったという。さらに1972年11月25日には敷地内に尾張温泉ゴルフセンターが開業している。1968年11月1日、宿泊施設として尾張温泉観光ホテルが開業した。その後、ホテルは二千八年に リニューアルされたが、施設の老朽化や利用客の減少もあって、観光ホテルは2013年1月31日をもって閉館。東海センターの昼の部の営業も同年3月30日をもって廃止され、同所で収録放送されていた花の火曜祭りも同年3月31日の放送で最終回となった。同年4月8日からは日帰り温泉施設として、 営業を行っている。また、2006年11月にはホテルに隣接して、足床に絵の里がオープン。直接の施設ではないが、終わり温泉から提供を受けた温泉が使用され、年中無休で利用することができる。終わり温泉の所在地である蟹江町では、東海センターと連携して様々な入浴女性事業を行っている。高齢者の入浴女性、 編集カニエ町の福祉センター分館が廃止されることに伴い、高齢者の入浴事業を補う目的で、東海センターが事業の一部を代替している。カニエ町に住所を有する60歳以上かつ、介護保険の要介護、要支援認定を受けていない高齢者に対し、1年のうち12回の利用限度として一部入浴料を助成。ただし、事前に入浴利用証と、 会数券を申請し、入浴の都度提示する必要がある。終わり温泉東海センターとし忘れご招待。編集終わり温泉が毎年12月下旬に終わり温泉のあるカニエ町民全世帯を対象に東海センターへの無料入浴券の配布を行っている事業のこと。各世帯に1枚ずつ配られた招待券を持っていくことが条件となる。招待券の有効期限は決められた。 当日の時間帯となっている。東海センターの他にも、オワリ温泉を冠名としている施設に、オワリ温泉下に、え病院が、東海センターと近接する場所にある。リハビリテーションや、入院患者の入浴に、オワリ温泉の湯を利用している。ただし、同施設は、東海ラジオとは関係のない医療法人が、運営している。広報課に、え、ナンバー500。カニエ町。 2013年4月12日閲覧。名東百選温泉療法医が進める温泉 NPO 法人健康と温泉フォーラム。2013年4月12日閲覧。収録ではメインの演歌歌手と地元、中京圏で活動する演歌歌手が数組出演していた。進行役は東海ラジオのアナウンサーが務めていたが、最末期は 天野義春が担当していた。1月31日終わり温泉、観光ホテル閉館のご案内。終わり温泉、2013年4月12日へ閲覧。終わり温泉観光ホテル閉館、終わり温泉東海センター演芸部門終了のお知らせ、アーカイブド2013年1月2日、アットザウェイバックマシン、平成27年度予算の概要について、町、 2015年3月20日、ニューヨーク女性事業家にへ長、2015年6月1日、広報家にへ2009年12月号概要、特徴終わり温泉家に、え病院ホームページ。ありがとうございます。